これは TNC が独自で入手した事件直後の映像です。深夜、マンションの1階に男が仰向けに横たわっています。男の服には血がつき、なぜか足袋を履いています。突然の出来事に住人は消防に通報しました。服が何か泥と血がついてるのは見えます。仰向けです。どうしたんですか？飛び降りたんですか？わからない、わからないしか言わないんですけど、お年は何歳ですか？40です。40だそうです。早く、痛い、はい、痛いと住人に助けを求める男。頭上にはマンションの屋上に設置されたはしごから垂れたロープが確認できます。今日、建造物侵入の疑いで書類送検された40代の無職の男です。男はあちらの7階建てのマンションに許可を得ずに入り、屋上まで上がって転落したとみられています。事件が起きたのは今年5月。捜査関係者などによりますと、40代の男は福岡市中央区の7階建てマンションに侵入し、屋上のはしごに結ばれたロープを伝い、女性の部屋を覗こうとしていたということです。しかし、40代の男は屋上からロープでスルスルと降りていたところ、地上に落下しました。小さい声で男性が助けてくださいって何度か言ったので、どこからだろうと思って窓の方に行ったら男性が倒れてました。最初は刺されたのかなと思って。騒然となる現場。40代の男は駆けつけた消防に救助されました。ああ、わかりました。あれ何回か調べてもらいたいんですけど、何回落ちました？あ、今思い出せない状況で。分からん、はい、動かないでくださいね。すぐ救急隊来ますので。ちょっと待って、落ちたみたいですね。何してたかは分からない、目撃者らしいです。助けた。あ、動かないでください。40代の男はその後入院していましたが、状態が回復し退院したため、警察が今日、建造物侵入の疑いで書類送検しました。7階建てマンションからロープを垂らし、ある意味命がけの覗き行為を行おうとした40代の男。一体なぜ転落してしまったのでしょうか。警察の調べに対して40代の男はこのような趣旨の話をしているということです。力尽きて落ちた。調べに対し40代の男はどこか女性の部屋が見たかったという趣旨の話もしていて、容疑を認めているということです。警察はマンションの警備を徹底するなど注意を呼びかけています。